ビリバルト・フォン・ランゲルマン・ウント・エレン・カンプはドイツの軍人。最終階級は総合兵大将。フォン・ランゲールマンは1890年3月29日、ドイツ帝国カールスルーへの陸軍少将,将、ルドルフ・フォン・ランゲールマン・ウント・エレン・カンプとフラウ・イーダ・ビル・ヘルミネ・マティルダとの間に生まれた。1908年、プロイセン王国陸軍士官学校に入校。 1910年からはドイツ帝国陸軍第五竜、騎兵連隊、フライヘアホンマントイフェルに入隊した。第一次世界大戦勃発後の1915年2月25日に、中尉へ昇進。1916年8月中旬に、東部戦線に置かれていた第10予備役軍団に、送られ、その後、第22予備役師団に配属された。1917年6月18日に、 大尉へ昇進。戦後、ハノーファーの第13騎兵連隊の連隊長に就任した。1930年11月1日に詳細昇進し、以降1935年6月まで陸軍機兵学校で教鞭をとっている。1935年からは第4騎兵連隊の連隊長を務めた。第二次世界大戦勃発後の1940年3月に、 少々へ昇進。フランスの戦い直前に第29機械化不評師団の師団長に就いた。第29機械化不評師団はフランス侵攻やベルギー侵攻で成功を収めたため、フォンラン・ゲールマンは8月15日に騎士鉄十字章を受けた。1940年9月7日、フォンラン・ゲルマンは第4装甲師団の師団長に就任した。 彼はバルバロッサ作戦からモスクワの戦い後半まで師団長として指揮を取り続けた。1942年1月からは第24総合軍団の軍団長となり、その週のうちに中将へ昇進している。1942年半ばに総攻兵大将へ昇進。また2月17日に白洋付き私鉄十字章を受けている。10月3日、 スターリングラード攻防戦の最中に戦死。ABC ミッヒム2007、P62、フェルギーブル2000、P233、ミッヒム2007、P60。ありがとうございます。